以上が五影階段で起こった全ての出来事だ。そうか、そこまで荒れた階段になったとはね。ナルト、これはお前を守るための戦争でもある。風影として俺は命がけでお前を守る。暁の配下としてサスケが忍び連合の前に立ちはだかるなら容赦しない。サスケはお前を見ようとはしていない。自ら闇を求めている。お前は俺に自分は火影になる男だと言ったな。俺は風影になった。影の名を背負う覚悟を決めたなら、サスケの友としてお前が本当にやるべきことをやれ。俺はお前を友だと思っている。かつての俺にとって友とはただの言葉、それ以上でもそれ以下でもなかった。だがお前と会って気づかされた。大切なのはその言葉の持つ意味だと。その意味することが何なのか、お前はサスケのために何をしてやれるのか、よく考えろ。ではな。ナルト。カカシ先輩、これから僕らはどうします？何にしてもまずはサクラを止めることが先決だ。サクラには僕がついています。サスケに近づけさせないように何とか手を打ってみますが。すぐに俺も行く。サイ、案内を頼む。俺も行くってばよ。お前はここで待ってろ。ここからは俺の役目だ。でも今のお前とサクラが顔を合わせてことが穏やかに収まるとは到底思えないよ。ヤマト、あとは頼んだよ。カカシ先生。おっと。悪いけど頭が冷えるまでじっとしてもらうよ。キバ、見つけたの？ああ、サスケの匂いで間違いねえ。このまままっすぐ行けばぶつかるぜ。いよいよですね。行きましょう。おっす。およ。ここまで来るともうちょいだ。さすがに緊張しますね。ちょっといいですか、みんな。どうしたの、サイ？サクラ、君は一人でサスケを始末するつもりなんじゃないですか？え？今手にしているそれを使って僕らを眠らせた後でね。は？どういうことです？さっきの言葉の通りです。サクラは最初からたった一人でサスケと戦うつもりだった。なんで一人でやろうとした？そうです、僕たちみんなでやるって約束でしたよ。ごめん。たく、僕らはいわば運命共同体。最後まで一緒に行きましょう。いや、ダメだよ。ここから先は誰も行かせない。サイ、こいつやっぱりうさんくせえやつだと思ったぜ。僕たちだけじゃサスケに勝てはしない。それに
カカシ先生に行かせないと約束したんだ。だから誰も進ませない。どうしても止めるってわけね。カカシ先生の言うこともわかるが、そう何度もサスケを野放しにできるかよ。さすがに1対3では分が悪い。でもカカシ先生が来るまで時間を稼がないと。サイ、あんたが何を言っても私の意志は変わらない。邪魔をするなら容赦はしない。戦闘開始。あんたじゃ私を止めることはできない。これは僕も本気で行かないとまずいな。どうしても私の邪魔をするっていうのね。先生が来るまで何とか止めてみせる。よし、さすがに3人相手じゃきついな。このまま勝負を決めさせてもらう。うずうずするぜ。安心してください、さくらさん。僕が道を切り開いてみせます。ありがとう、リーさん。私だっていつまでも守ってもらってばかりじゃない。どうだ、勝負あり。タイは抑えることができた。あとはふん、俺らの勝ちだぜ。ごめん、みんな。やっぱりサスケくんは私一人でやる。まさかキバやリーさんことカカシ先生、すみません。久しぶりだな、団蔵。ウチハの事件以来だな。ウチハ、まだだか。ゆっくり話をするつもりもなしか。話ならば、お前を捕獲した後、存分にできる。なるほど。奴の能力は未知だ。用心しろ。はっ。さて、これで邪魔者はいなくなった。団蔵、そろそろ本番と行くか。下がってよ。巻き込まれれば死ぬぞ。さて、どれほどか見せてもらうぞ、サスケ。貴様を始末する前に、一つお前に聞いておきたいことがある。なんだ。お前を含む木の葉上層部の命令で、ウチハイたちに俺の一族を抹殺させたのは本当か？本当かと聞いてるんだ。あいつはそんな男ではないと思っていたが、いたちめ、死に際にすべて喋りおったか。やはりお前だけは特別だったようだな。本当だったってことか。自己犠牲、それが忍びだ。日の目を見ることもなく
影の功労者、それが忍び本来の姿。イタチだけではない、多くの忍びがそうやって死んでいった。そういう者たちのおかげで平和は維持されてきたのだ。だがお前に秘密を明かしたイタチは木の葉に対する裏切り。それ以上イタチを語るな。そうだな、これよりは目で語る戦い、言葉は不要だ。戦闘開始。小僧が、こんなゴミの命を残す必要があったというのか。イタチ、イタチ、こいつはお前の言うのか。失敗そのものではない。なるほど、パワーの不条理はないということか。いや、だんだろ、ウートン、おかけ。こいつ、わしを凌駕するか。本質は闇、それがわからぬお前はここで待てよ。遅い。染まれその姿がお前にはお似合いだ。勝負あり。わかったか、俺の絶望はお前の闇をも飲み込む。こんなバカな、これが目で語る戦いだ。ウチハをなめるな。自己犠牲を語ったお前が人質とはな。自分の命が惜しいわけではない。木の葉のため、忍びの世のため、わしはこんなところで死ぬわけにはいかん。どんな手を使っても生き延びる。この女はそのための犠牲だ。助けて。動くな、カリン。人質ごと。兄さん、まずは一人目だ。うちは…カリン、人質に取られるようじゃ足手まといだ。逃げられると思うな、団蔵。忍びの世のため、この葉のため、お前らは決して生かしておけぬ。これは裏勝負演術。サスケ、団蔵から離れろ。
当然。結局わしは火影にはなれなかった。どこまで行ってもお前には追いつけなかったよ。お前は光を浴びるコマ、俺は闇の中の根、ね、こんな俺をどう思うなあヒルゼン。どうやら己の死に際で発動するように道連れの封印術の術式を組んでいたようだ。危なかったな。次だ、木ノ葉へ向かう。